始まりましたキャプテン本田康人チャンネルでございます。今回はですね、11月13日に行われたチャリティーフットサルイベントでレジェンドチームではなく、今回は大会に出場していた一つのチームに本田さんが一緒にプレーをしていましたので、そちらの映像をお送りしようと思います。それではどうぞ。
3人集まったちょっとクボタズがね、はい、肉まんがね、そうですね、まあ、急がれつもあんな感じなんだけど、ね、クボタズがもうちょっとできたら4人でこうもうちょっとこう回せたかなっていう感じがあったよね、はい、確かに、うん、フットサルはでもきついね、そうですね、攻守の切り替えが早くて、はい、でもまあこうやって揃ってできるのもね、はい、そうですね、うん、僕はあのずっと子供の頃ミスター いやそうですから、僕はもう僕小学校6年生の時に J リーグが開幕してるんで、すごいそのゾノさんとかホンダさんのプレーを見て育ってきてるんで、まあ僕も去年に引退して、ヒサトの年でもそんな感じがする。そうなんですよ、僕もだってヒサトとがっつりはないです。そうですね、でも引退した男ってやれるっていうのはね、いやもう僕は嬉しいです、いやこっちも嬉しいですよ、はい、本当に、うん、ちょっと
ですよね。もう我々はね、どっちかって俺52歳でさ、58歳です。若いのがね、入ってきたらちょっと助かるし、余計ね、動いてくれるから頑張れる、頑張れるし、ちょっとより楽しくなるもんね。確かに。ちょっとまたじゃあこういう機会があったら、ぜひぜひ、ぜひぜひ一緒にやりたいなと思います。はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。ぜひゴルフも。あ、そう、ゴルフ、ゴルフね。こっちゴルフ教えてください。こっちは、いや、教えてください。教えてください。そうです。ゴルフちょっとやりたい。そうですね。お願いします。また、はい。ちょっとあの、うちのチャンネルでもゴルフね。あ、ぜひ。あり。それはありです。それもあり。はい。大丈夫ですか？はい。大丈夫です。ぜひ。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。お願いします。